はい、というわけで、お疲れ様でした。お疲れ様でしたけども。<laughs> ええー、疲れましたね <laughs>。<laughs> あれから、ちょっと休憩取りすぎちゃうの、うん。ええ、そうですね。カップラーメン食ってたよね <laughs>、ええ。もうちょっと耐えられませんでしたね <laughs>。ちょっともう、この部屋、ちょっと今臭いんだけど。<laughs> カップラーメン集が <laughs>。シーフードヌードル集。はい。はい、というわけで、今ね、えー、こちらモザエアクロス2ーっていうね、はいえー。ジンバルで撮影しました。 でこれがね多分このモザの中では一番その初心者の方が使いやすいジンバルだと思います。最初の1台としてはすごくいいと思うのでうん、うん、使ってみるのもいいんじゃないかなという,ふうに思います。はい、で、えーとまあ、これね、えー、いわゆるミラーレスカメラとか、はいえー、一眼カメラを載せる用のジンバルなんですけども、まあ、こんなギ々しいものを使う必要あるっていうところで次の題材はこちらなんですけども「ぶっちゃけスマホでよくね」 それ言ってしまうとなんか終わっちゃうような気がするんですけどいやこれはこれですごいいいんですよなんですけどこれだけのものを買おうと思ったらやっぱミラーレスカメラ買ってレンズを買ってジンバルを買うと先ほどこれだけで5万何千って言ってましたけどカメラ買ってレンズ買ってって言ったら何0万超えてくるんでいやそれはちょっと厳しくないっていうところでやっぱスマホは皆さん持ってらっしゃるじゃないですか。 だからスマホでよくねっていうところで正直、その一眼カメラもちろん映像は綺麗ですよむちゃくちゃ綺麗ですけどスマホがさすごいですね、最近のスマホはねむちゃくちゃ綺麗じゃないなのでスマホでよくねっていうところでここからはですねこのごついのをやめてスマホ用のジンバルをねちょっと紹介しようかなといううふに思います。これはりちゃんで 用意してみました。どう。可愛くない。可愛い。よくわからん。よくわからんって、そんな意見。い。もうちょっと声張ってこう。はい。よくわ。かそう。かわいい。そう。かわいいでしょこれがね、スマホ用のジンバルなんです。で。今ね、これ折りたたんだ状態なんで、これをね、えっと。起動させていきます。はい。ちょっとやってみてもらいます。まず。 こうを<う>でこれ固定されます。でこれもうちょっと行くんじゃない？こっちあさらにあうんすごい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 。でれこれ下にこの三脚をつけてもらってうんうん、うん、ここですね。はいはいそうですね。でここにスマホを載せていくとじゃちょっと僕のスマホのせてみましょうか。はい、<で>なんかかなり変わった形のスマホジンバルですね。ね 変わってるね、うん、今までのなんかスマホジンバルとはちょっと形がちょっと違うねう知らないと思うけどちょっとね、えー、変わった形をしてますねこれ多分折りたたみになったからでしょうね、うん、うんなるべくコンパクトに折りたたんで持ち運べるからこの形になったんだと思いますはいじゃあちょっと電源入れていきましょうかもうね、えー、今日は初見でね触ってもらいますんで初心者で使えるのか、うん、初心者で使えるか<い>うどうかっていうところでね,こでね、はい、一応今ジンバル起動しました 使い方としては、まあ、ここ、電源ボタンで今電源入っています。で今、えー、スマホと,、えー、とこいつを Bluetooth 接続しましたで、えー、とモードの切り替えはここのプラスとマイナスでやる感じであとはジョイスティックこ,んな、ね、でこの後ろに、ね、トリガーがあるのでこれを押し続けている間はさっき言っていたロックモードというのになりますなのでちょっとじゃ使ってみてください。はい、いきますよ 今日の講師のエマークさんです。ああ、すごい。今ついてきてくれてるんですね、勝手に。うん。そうそう,そう,そう。すごい。上下は上下もついてきてくれるんですか。それは今上下がついてこない。上下はついてこない。もう一個ですね。なるほど。じゃ上下ついてくるモードに変えましょうか。も、ま、う、あ、こんな感じでえっ、ー、とフォローモードにすると、今カメラ追従してますよね、上下も。してますね、うん。そんな感じで撮れるので、またさっきと違った。 アングルで撮ることができるかな。なるほど。こう高いでもう横から行ってもついてくるのがフォローモード。そう,そ,うそ,うそう。そうそうそう P and T っていう表示のフォローモードですね。はい、覚えてきました。はい。おお<ー>。どう初めて使ってみたけど。覚えたらって、うん、いうかこのフォローモードとかを覚えるために。 いい。なるほどね。使ってみるのが一番。そうね。使ってみないとなんとも言えないからね。で、これね、えっとアプリが結構優秀で、あのトラッキングモードとかもあるんですよ。これ何かっていうと、あの自撮りするならすごくいいと思いますよ。あのえっとじゃあまず、えっと自撮りモードに自撮りモードに変えてみてください。とこのトリガーを三回。 いつもの17ライブでもこれ縦横も変えられるんですよね確かそうだねちょっととりあえずこれでいきましょうかで自分の顔をトラッキングするはいはいはいケー。そうするとずっと追従してくれるいや今動いてます見見見えええますかるるスマホが すごいえー、すごい <laughs> <laughs> そうそうそう,そうこれは使えるねこれはすごいですこれ自撮りするときに使えるでしょこれはすごいですねこすえこれ,すこれもちろんインカメじゃなくてアウトカメでも使えるんでじゃあちょっとそれでしゃがんでみてくださいはい、こんな感じで追従するんですよお追っかけられてるあ、追っかけられてる、すごい すごい,すごいじゃあこれ置いといてここで演技練習したやつとかを追っかけてくれるってことですかあの <laughs> ねこのトラッキングの精度が、うん、まあそこまでいいかって言われるとっていうところもちょっとあるんでえっ、ー、と。 早い動きとかだともしかしたら見失っちゃうかもしれない常にやっぱカメラがついてきてるかどうかを意識して動くっていうのは大事かもしれないけどある程度そうそう今日買ってきたのこれ見てくれるみたいなこんなやつやったら多分ガーッと追っかけてきてくれるかなうだねうのでミラーレスもいいですよあの最高の画質で。はいえー 取るということができるんでいいですけど、うんうん、まあスマホの性能がめちゃくちゃ上がってるんでね、うんうん、まあスマホでええやんというところで、うん、まああの初めてねジンバルを触ったと思うんだけど、そのスマホでも十分取れるんじゃないかと、うん、そんなに操作難しくなかったですよ。難しくなかったです。うん、ちょっとやればねすぐ覚えられると思う。これね13,800円<ー>安い。安い。安いと思った？うん 5万4千聞いてるんで、1万4千0 0円の安い。うん。でね、さらにこれよりもっと、あの言い方悪いけどチャチー。チャチーわかんでしょう。もっともっとお手軽なやつね。があるんですよ。でこれね。はいはいこれが。これ値段いくらでしたっけ？5780円だってこれ。これ巨人さん結構使ったんですよね。はい。えっとちょっと展開しできますか？

さっき三軸だったでしょこれ一軸なんだよね。うん、ここなんだかわかる。<よ> <laughs> <散>る <laughs> ロールですね。はい。えー、この。<laughs> <laughs> ロール、あじゃあ、なかなか、え <laughs>、うん、使うけどね。<laughs> 使うけど、もう一回やらせてあげる。はい、はい。ここは。

必要最小限の必要最小限だから最近のスマホのにもう仕込まれているその手ブレ補正っていうのがすごいので、うんね、あの抑えるのはこの左右の水平が取れてるかどうか、うん、それだけでいいということで、うん、もう全ての機能を取っ払って一軸にしちゃったっていうもうほんと自撮りせんよだからこれこうピーッと伸びるんだよ、うん すごい機能のついた自撮り棒って感じですね。そう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 本当そのインカメラで今録画してるよね。録画してるよね。はい。このままぐっと伸ばしてもらってこうして持って。自撮り棒やん。そう。安定してヌルヌル撮れるはず。すごい。うん。これいいですよね。いいですね。上のボタンを一回。はい。 はい縦撮りもですね。ズームしてみようズーム。はい。ええー、すごい。まあこれでもデジタルズームなのかな？デジタルズームですね。うんなのでまあちょっと画像はね荒くなっちゃうけども、まともまあ元々綺麗だからね。うん。うん。4K で多分撮ってるだろうから、4K なのかな？撮っから。モードは変えれると思いますけどね。ズームしても。重い。大丈夫。大丈夫です。うん。うん ちょっとペロペロ、ちょっとプルッてね、若干プルってるけど。長くはねもうもう何分も取ってるから、一回おいてですけはい、もらいましょう。はい、もらいましょう。ということで、まあこっちの方がさらに気軽に取れるってやつだよね。どうもしその使うならどっちがいい？うわあ迷うな。こっちはトラッキングとかもできるじゃない。あの自分の顔に合わせて。 移動したりとか、あとはヌルヌルの三軸のやつが取りたい。だけどこっちはもっと手軽で、自撮り棒がついてる。自撮り棒がついてるから、両、うん、伸びるからね、うん。こんな感じでね、自分で、うん、取れちゃうからね。すごくよく取れちゃうっていうね。これはより多くの人にどんどん普及してほしいなっていう感じですね。<laughs> うん、これは私でも買うならこっち。こっちか？こっち。ああ、なるほどね。ちょっと動画を撮りたい欲があるので。うんうん そうだよねもともと動画撮る人なんだからね動画とかカメラとか興味あるからちょっとこっちこっちの方がクリエイティブなことができるかなというわけですよなのでスマホでも十分いい映像は撮れるわけですよジンバルを組み合わせることでスマホももっと楽しくなる楽しくなるとねでこれをね多分周りに知らない人がいたらこれをねこうやって持っていってこうやって撮ったらねドヤ顔できるんですわ まあこのセミナーの趣旨であるドヤ顔っていうことをねゴールゴールそこがゴールだからこれドヤ顔できると思うんだよねだからこれとかさ使ってさ実はさこれトラッキングしてさこうやって動くとさ追いかけてくれるんだよすごいでしょみたいなことができる普通に助かりますよね旅一緒に行った仲間が一人これ持ってたらすごいすごいでしょってなるドヤ顔できると思うよみんなで行った楽しい思い出をよく 良い映像で記録できるってことだからね。うん、はい。うん、というわけで、まあ、えー、一段もいいんですけど、うん、スマホの性能が今すごく上がってるから、まあ、スマホでももっと手軽にねやってもらったらいいんじゃないかなということで、今回はちょっとスマホをね用のジンバルをちょっと紹介させていただきました。はい、で、実はですね、あのスマホよりもさらにもっとに手軽に。 まだああるるる取れるやつがあるんですよスマホもいらない結局スマホって電話したりとか LINE したりとかするもんじゃないですか、はい、でいちいちやっぱりなんだかんだ取り付けないといけないんですよねちょいめんどいっていうところで、まあ、スマホさえいらないということで、まあ、これが。 これねあのモ、ー、ザ、はい、の新製品らしいんですよね、はい、まあちょっとどっかで見たことあるような形ですけどディジアイのポケット2っていうのがありましてあれついこの間僕買ったんですよ、はい、で、えー、とめちゃくちゃ便利で Vlog とかに使ってるんですけどやっぱりねあれの弱点って、えー、とモニターがやっぱりちょっと小さいんですよねなんですけどこれ見てくださいこれ映ります モニターむちゃくちゃでかいでしょ。これ何インチあるんですかね。2.4インチあるらしいんですよ。あのいわゆるミラーレスほどの大きさはないけど、これぐらいあれば十分見れるよね。すごいですね。ちょっと電源つけてみましょうか。じゃあこれもえっと初めてじゃ使った感想とか聞きたいんでリッチャーにつけてもらおうかな。はあ電源ボタンどこでしょう。赤いあれ取る方か。その上のボタン。これか。は 長押しかな。うん、はい。来ましたね、じゃ、ちょっと録画してみましょう。はい。これね、えっ、ー、と、先ほどのスマホ用のそれ、ナノエスイーでしたっけ。と違って、はい、もう三軸のジンバルになっているので。まあ、最初に、あの、紹介した一眼用のやつとか。えー、スマホ用の三軸ジンバルとかとね、ほぼ同じような動きをすることができます。うん、で今、今、えー、パンフォローモードで撮影してもらっているので。 上下の動きは固定されてると思うんですけど、横の動きは結構スムーズに。そうです。取れるんじゃないかなと。ねうん、ぬるっと。ぬるっと。な何者でしょうね。あ、でも上下いかないか。らパ、うん、ンフォローですね。パンフォローですね。うん、はい。まあ、こんな感じで。お手軽に動画が撮れる。これがね、今までこの。画面。がね、えっ、ー、と。ちっちゃくて。なかなかね、見,見づらかったんだけど。すごい見ま、ね。結構、見えるね。うん。すごい。 すごいですね。今はものすごい。ものすごい映像だけど。で、コントロールがこの大きな画面でタッチスワイプで操作ができるっていうところも魅力ですね。だから、えっとそうかここで全部やるんだ。GoPro みたいな感じか。そうですね。ここでタッチして。上から下から上にスワイプしたりとか上から下にス。上から一回ロックが停止します。はい。 上から下に寄って、はい、ここでパンフォローとかーモをやると <laughs> で、えー、こちらのカメラですね一応 4K60p も撮影できますし、うん、えとさっきちょっとスマホで見せたトラッキングモードあの顔をトラッキングして追いかけるやつとかもついてますよね、はいはい、なのでもうスマホいらずでさっきのこれとほぼ似たようなことができる。 をがこのサイズですよ。見てこれ。ね、このサイズ感。うん、もうカメラがしかもついてるからね。うん、インカメになりましたよね。インカメラですね。インカメでさっきみたいにトラッキングモードをして使うと。う はいえっとね今ちょっとトラッキングモードやろうと思ったらどうやら今これ試作品なので入ってないようです。うんただ今後多分入ってきますよねこれねトラッキングモード。分からないですよ。多分入ってくるはず。言及しない方がいいと思いますいや入ってくるはず入れて欲しい。これはだから別に言及してるわけじゃないで希望だから。希望。入れてくださいねっていう。あったら嬉しい。そうあったら嬉しいもんね。うん。 ということで、まあ、現段階では入ってないけど、まあ、試作品なんでね、今後ちょっとファームウェアのアップデートとかで、どうなるかわかんないというと。そうですね。はい。うん、ということで、まあ、スマホより楽じゃない。そうですね。どう。一個言っていいですか。うん、めちゃくちゃ軽いんですよ、これ。スマホを持ってるより、なんなら軽い。ぐらいなんですね。うんうん、これで動画撮れるのは、ちょっと感動。感動。感動しちゃいます。 もう最近のそのアクションカムとかこういうのってね、もうこのぐらいのサイズ感になってきちゃってるもんね。んはい。なんていうものです。これなんていう商品なんですか。うん？モインポケット。ボイン？<laughs> 不思議な名前 <laughs> ボ。ボイン。ボインポケット？<laughs> ボインポケット。<laughs> モイン。イポケット。ボ <laughs> イポケットね。うん、トうん。いいと思う。だからこれね、あの DJI の買ったけど、やっぱこの画面の大きさすごいいいから。うん。うん こっちでも良かったかもしれないね。うん、まあ、当時はまだ出てなかった。これまだ発売してないんですもんね。うん、CP プラスのこの動画が出るときに初お披露目らしいですよ。なるほど。うん、へえ、最初に使って,ってしまった。そう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 。はい <laughs>、うん。すごいいいと思いますね。これ。うん。はい。というわけで、まあ、スマホもだるいっていう方はね。まあ、これを使ってもらえればいいかなと。はい、本当に軽いです。これ。うん もう手軽に本当に手軽に撮影をしたいという方はね、うんえー、こういうのを使ってもらうのもいいんじゃないかなというふうに思いますはい、はい、でねあとなんかモザ一応ね <laughs> 今日いろいろ持ってきてもらってるんですよ、はい、なんかえっとマイクも出すっていう話で、うん、なんかいろいろマイクあるんですよちょっとさすがにちょっと時間の都合上その音を聞き比べるとかっていうのはちょっと難しいので、えー、今回はちょっとやめたいと思うんですがまあ、機会があったら僕がレビューしますようん ここに置いてある製品全部これも CP プラスのこの動画で初お露めらしいです。うんはい、でまずこれガンマイクですね。それはモザーの、えー、グッセンが出しているガンマイク,マイク出す予定のガンマイクということですね。うん、NP10 って書いてありますね。どれぐらいの音なのかっていうのはちょっとね使ってみないとなんても言えないですけどガンマイクがありますと。で、これ これはカメラの上に乗っけるタイプですねはいあのどっかで見たことありますねこれよく見るタイプですねノードのミデオマイク5によく似てるまあ赤が入ってないけどもそうですねそういうタイプですねこのここがしっかりしてそうだねショックマウントがねショッマウントがすごいしてますねこれはモノラルですかねモノラルドマイクになってますねウィンドジャマーが ちゃんとしっかりしたのがついてて、うんこれはえ、五千しない？あすごい安いですね。お安い。うん。五千しないんだ。へえそれは安いね。であと有線？有線のピンマイクですかねこれは。すごいケーブルが長そうですけど。有線ピンマイクですね。はい。えっとジャックはステモノラルのミニピンかな？えっといや。 でもピンマイクだから。ピンマイクだからモノですよね。うん。でもここはなんかステレオっぽいですよね、うん。ステレオでしかもイヤホンもあるのかこれ。いいここなんか書いてある。イ分割になってますけど。あこれはでもあれか。うん、ローカットか。ローカットフィルターとかが付いてるとこ,こですね。うん、うん。これは有線の、えー、ピ,ンピンマイクということでこれはおいくらぐらいですか。三千、うん、しないぐらい。 これはねここを開けると電池かな中に、えー、電池を仕込めるようになっていてプラグインパワーを、あのー、出さない機材にもつけられるともそもそもこれでもプラグインパワーに対応してるんですかねしてないしてない可能性があるから、うん、で必ず電池を入れないといけないという可能性があってななるほど、うん、してないんでしょうね多分、うんうん、まあでも、あのー、今時はそはプラグインパワーを出さない うん、機材っていうのがありますから,、うんからね、そこに直接これをさせるということででもね多分ねこれ電池入れて多分数千時間とか持つんじゃないですかきっとプラグインパワーって本当に微弱なあれやからね本当に、まあ、これが3000円ぐらいで買えると、はい、であとワイヤレスですねこれ、えー、とレシーバー1個に対してトランスミッターが2個ついてるタイプかなこれがトランスミッターかなだから、えー、ときっとこっちはえっ、ー、と ステレオで右左で受信してるってことなんですかねカメラに入れるっていうのはステレオで入れるんでしょうね多分そういうことだと思いますね、うん、で編集でモノラルンに直すという感じですねん、うん、なんで2ちゃんっていうことなんでしょうね、はい、でこっちがトランスミッターっぽいんですけど、うん、なんとですね SD メモリーカードマイクロ SD が入るようになっていて、うん、ここでレックができるようになってるみたいですよあマジでうんそれすごいねここでレックしつつワイヤレスで飛ばしてカメラの方でもレックできるっていう いわゆる紙機材なんじゃないでしょうか素晴らしいね、それ。そうなんですか。ええ。チャージラインレックっていう感じで。さらにこれ自体も、ええこれ自体がマイクになっていて、そしてさらにこういったピンマイクを挿してピンマイクとしても使うことができる。ピンマイクのトランスミッターとしても使うことができる。ピンのラベルには接続はしてしてる。あ、素晴らしい。してるらしいですよ。 ラベしかもこれはトランスミッターもレシーバーねカメラにちょっとわあらしいなるほどいいんじゃないでしょうかこれはおいくらぐらいですか4万しないぐらいあ結構ちょっとだけ結構いい値段ですねこれはちょっとやっぱねさすがにちょっとお願いしますね他のに比べるとまあただでも ななかかったんじゃいでです今まトランスミッター側にレックしながらワイヤレスで飛ばせるっていうのこの辺、新しいですよね。というわけでモザからマイクも出るらしいのでこの辺もちょっとご紹介をさせていただきましたということでなかなか CP プラスらしいですね新商品が出てくると CP プラスってすごい楽しいんですけどこういうものが出てこないとやっぱ盛り上がらないんですよは 扱わせていただけると本当にありがたいと、うん、ありがたい限りですよ、うん。やっぱこの初見で触ってなんかそのワクワクドキドキする感じ、はい、がやっぱいい,、ね、いいよね。あとはね最後になります。はい、えっと健康ときなさんからお得な情報があるということなんですけれども、ちなみに内容は何何もらえるんですか？これとこれ。なるほど。とか決まってないんですか？ちょっと今交渉してんのはこれ。<laughs> あ、それを？これ。これ。 やっちゃいません。はいというわけで今ちょっと無理を言って、はい、急遽一品追加をしてもらいましたが、はいえー、かなりちょっと豪華な豪華、ね、プレゼントになっていると思います。まず最初こちらですね。はい何でしょう。モザナノ SE。はいナノ SE ですね。はいこれねお気に入りの超お気に入りの。うん もう高性能自撮り棒っていうやつですね。<laughs> 覚えたね。はい。覚えましたもん。<はい S 1> うん。これをえっと一名の方にプレゼントしたいと思います。はい。それから次こちらですね。はい。これです。はい。これなんでしょう。モザのミニ MX です。はい。ミニ MX ですね。<はい S 1> これもスマホ用の高性能ジンバルとなっておりますけれども、こちらもプレゼント一名の方にねえしたいと思います。 これお気に入りでしょ。お気に入りです。トラッキング機能もついてて、うん、覚えたね。ファンモードとかね、覚えやすい。というわけでこれをね HME の方にプレゼントしたいと思います。はい。で最初はここまでだったんですよ。あのさっきちょっとあの健康時のあの人にちょっとお願い。もう一個、もう一個いいやつちょうだいってお願いしてあのこちらを用意していただきました。さあ、はい。 えー、一眼用のジンバルですね、はいはい、これ、先ほど値段言いましたけど5万、6万ぐらいのジンバルですね、うん、ちょっと今ね、えー、とこれ、フォローフォーカスはついてないか、この変なハンドルついてるんですけど、これはつかないですね、うん、ちょっとこのハンドルはつかないですけれども、はいえー、じゃあ、こちら、なんでしょう。モザのエアクロス2です。 これプレゼント、すごいですね。すすすすごいでででねねねねよく許可が出ました交渉ててっっ言みるもんだけど、見てる人はね、やっぱこれを使ってみたいなと思う方もいらっしゃると思うんでね、ぜひ皆さん、これも一名の方なんでね、応募していただきたいんですけれども、応募方法はちょっと今の段階では決まってないんで、こちらね、動画の説明欄等に記載しておくので、そちらでちょっと応募していただきたいなというふうに思います。ははいい というわけで、はい、えー、cp プラス2021はい、健康的なブースって言っていいんですかね？健康的なブースブースですね。僕は健康的なブースです。<laughs> ね、今日ははい、健康的なブースからはですね。えっ、ー、とモザの、えー、ジンバルを中心に、えー、お届けさせていただきました。はい、で、えっ、ー、と今回この最初に見ましたけど、ターゲットっていうのは？ えとジンバルを使ったことがない方、りっちゃん、まあ、みたいな方です、ねうん、に見ていただいて、ジンバルというものに興味を持ってもらって、まあ、実際にそのジンバルを使って遊んでもらって、えー、周りの人にドヤ顔してもらおうというのな趣向ですので、ぜひともね、えー、実際にジンバルを手に取ってです、ねえー、ドヤ顔して自慢してもらいたいなというふうに思います。かかかか最後後あありりまますすすす特に大丈夫ででで欲しい おねだりしたらもしかしたらくれるかもしれない。それはっかりや。宣伝 <laughs> はい、任してください。はい。あ宣伝するつっつってますから。はい。<laughs> はい。というわけで、えー、今回はね、えー、この辺で終わりにしたいと思います。はい、えー。エマークと宮野拓馬と湯崎律でした。はい。さようなら。